地図上の赤い範囲が1438年のクスコ王国クスコ王国はアンデス山脈山中の小王国。1200年頃にケチュア族が作った小規模の都市国家として始まり、和船療養の同化によって成長し、インカ帝国により引き継がれた。インカ族イコールケチュア族は12世紀頃にクスコ地方で部族として成立し、マンコカッパックの指揮のもと、 数の赤く示された範囲に小規模の都市国家を形成した。クスコ王国の初期王朝のサパイン化は、12万個カパック、新地、ロカ、リョケ、ユパンキ、マイタカパック、カパックユパンキである。これら初期の統治者については、後にカパックが将軍を、新地が指導者を意味するようになったなど、わずかの情報しか知られていない。一般には、1200年頃に王朝が始まったと、 されている。第二王朝のサパインカは、順に、インカロカ、ヤワル、ワカ、ビラコチャ、パチャクテクである。第二王朝は、カ王朝から、ジョウ王朝への優越性の変遷を示している。1438年に最上位の王サパインカとなったパチャクテクの命令した、クスコ王国は壮大な遠征による拡大を始めた。彼による、征服地は、アンデス山脈のほぼ、すべて、 およそ13植民地程度の広さとなった。パチャクテクは、クスコ王国を、タワンティンスーユという、北西部のチンチャイスーユ、北東部のアンティスーユ、南西部のクンティスーユ、南東部のコジャスーユからなる強力な指導者に、引き入られた四州政府とインカをいただく、中央政府とを基礎とする連邦制帝国に、再編した。パチャクテクはまた、 本拠地か利休としてマチュピチュを作ったと考えられている。この参考文献は翻訳元の参考文献であり、日本語版作成時には参考としていない。ありがとうございます。